宇宙世紀0093、人類の粛清を目論むシャア・アズナブルの反乱によって、地球は小惑星アクシズの落下という危機に瀕していた。地球へと落下を始めたアクシズを止めんと取り付き押し返そうとするモビルスーツたち、互いに争い合っていた者たちが、ただ地球を救おうとする光景の中に、ユウ・カジマは確かにいた。彼をこの無謀とも思える行為に突き動かしたのは、ガンダムから放たれた青い光。ユウはその機体の姿を、かつて彼自身が乗り込み戦ったモビルスーツと重ね合わせ思い出していた。自分を救った一人の少女の記憶、そして今自分の眼中に広がっているこの色を。時を遡ること14年前、宇宙世紀0079、11月、一年戦争において地球連邦軍によるオデッサ作戦が成功し、地上の戦局が連邦軍に傾き始めた頃、連邦軍の第11独立機械化混成部隊に所属し、モビルスーツの実戦データを得るため各地を転戦していたユウが出会った青き死神と呼ばれるモビルスーツ、全てはそこから始まったことだった。誰か私を止めて、早くあの青い機体を破壊してください。誰か。戦慄のブルー。
覚悟しやがれ。やられるもんか。ここで落としてやる。攻撃を開始する。
なぜ殺した、なぜ殺す、なんだ。上等じゃねえか、取り押さえてやるぜ。やろう。
らせはしない。この辺りで落ちてもらうぜ。食材などいらん、消え去れ、死ね、愚か。また青いモビルスーツか。このジオンの騎士たるニムバス・シュターゼンに戦いを挑むか。面白い。エグザムに選ばれしこの私が全てを裁く。罪深き者どもには死を。しまった。このまま距離を詰める。直撃だと。だってやるときはやるんだ。
咀嚼な。ふざけた真似を。